かつてこの世界は戦火が広がり血が流れた。その日、神は聖なる光を浴びながらこの世界に降臨し、命ある者に救いの手を差し伸べた。しかし彼らは地上からの怒りに気づかなかった。そして今、その憎しみの炎は再び燃え始め、六つの浮遊島の一つである聖都は空前の危機に遭遇しようとしていた。奴らの企みってのは、聖都が祭りを行う日を狙って吸収しに来るということか。急がなきゃ。奴らを全部倒せ。トンテン獣の肩にある聖石でできてる2つのエネルギー鞘が奴の弱点だから、力を合わせて2つのコアを同時に破壊しなくちゃ。あなたの腕前試させてもらう。夜の帳よ、降臨せん。ここは俺に任せろ。この力でお前を倒せ。ありがとう。その翼、あんた一体何者？ここで私の身元を追求するより、あなたたちこそ今置かれている状況はもっと心配したい。変わった人だ。戻る道も塞がれた。なんとかしねえと。みんな、俺が戻るの待ってろよ。やっぱりこの私の美貌に惹かれてきたわ。時が来たわ。ゲームオン。早く避けなさい。この成績は手が離せない。
ラフトを守りたいんだ。知ってるの？シードがこの成績権をシンロって人に渡すよう頼んできた。あんたがそいつと共鳴できるのなら当然私が探してる人に違いないわ。シードのおっさんに？じゃあ彼とルシアン、暗月台のみんなは無事か？さっきの魔物どもは私が暗月台から引き寄せたんだ。この私を誰だと思ってるの？彼らを危険な目に遭わすわけないわ。奴らを引きつけてくれてありがとう。いや、まだ名前聞いてないの？ようやく気づいたの？私はリアス。リアス竜月よ。よーく覚えておいて。ありがとな、リアス。その様子じゃ生徒の人じゃないようだな。当然だわ。私はあんたたちみたいな神の信仰とかなんとか言ってる古臭い生徒人とは違うわ。私は見えざる町マークアスから来たのよ。あんたたちの虚しい信仰より人間自らが開発し操る成績機械の方を信じるわ。エザル町マクアス？あの工業と科学の島？それって機械師全てにとっての聖地じゃねえか。本当、あんたたち機械師のマクアスに対する憧れはみんな同じよね。シードと知り合ったのも彼がうちで行われた年に一度の機械大会に参加したからよ。まずは傷口の手当てだ。人を気遣う心は一応評価してあげるわ。危ねえ！なんか、奴ら全員この成績権を狙ってるな。剣の中にあるあの成績を狙ってるからよ。あんたも特進者のことを聞いたことがあるでしょ。神に見捨てられ化け物になり果てた連中よ。奴らは成績を生きる糧としてるから外見もそれに伴って変異した。思い出すたびにゾッとするわ。じゃあ前の翼の女の子、あいつも特進者か。そしてこいつらは特進者の眷属で成績を奪おうとしているわ。どうしたら、なぜ奴らと戦ってた？なんで俺を助けた？何またぼーっとしてんのよ。気をつけなさい。
動かないでよ。次の一発あるから。生徒の人間はいつも成績の力を避けてるのに、あんた何とも思わないのね。何しろ俺は満月が一番の修理屋なんだからな。気空艇の大事なエネルギーとなる成績には詳しいぜ。しかしこの成績圏は前のやつとは全く違うよな。シードのおっさんはなぜこれを俺に。この成績圏はマクアス社が特殊な方法を使って成績のエネルギーを引き出して製造したってことくらいしか私知らないから、詳しいことは自分でシードに聞くしかないわ。なんか途中で会った魔物の数が多くなったのね。暗月街は今すぐ帰らねえと。一緒に行くよ。そんな驚いた目でこっちを見るな。私とシードの付き合いはあんたにも劣らないよ。今の様子じゃ一旦グランティナに帰っていろいろ整備しなくちゃね。グランティナ？私が偶然見つけた大崩壊の後に生徒の周辺に浮いている小さな遺跡の島よ。よし、わかった。待ってろよ。大事にね。私と妹が一番好きな場所なんだから。みんな頑張ろう。もともと生徒で一番にぎやかな町だったのに、特進者にこんなにされちまったなんて、ちくしょう。ふん、紅葉会の連中は一体何やってんのよ。生徒の一番盛大な百年祭りの時期にはもっと警備を厳しくすべきなのに、特進者に隙をつかれ侵入を許すなんて。
彼らは全力を尽くした。生徒最後の防衛機関の白姫ですら特進者に破られたんだ。彼らには太刀打ちできねえ。まったく、祭りの干渉はもう叶わないし、シードが私のために作った成績バイクもダメになってしまった。あの特進者と取り巻きの魔物どもめ、今度会ったらこの私の機嫌を損なったことを後悔。成績バイクって前のあれか？構造を見りゃそんなに複雑ってわけでもねえから、シードのおっさんたちを安全なところまで送ったらもう一台作ってあげても。へえ、あんた成績バイクまで作れるの？前はよくシードにあんたのことを聞かされたよ。あんたの機械作りの才能がシード以上。なんたって俺は機械マスターになる男だからな。成績バイクなんて朝飯前だぜ。嘘つき男にはならないでね。よく来たわね。成績。あんな大騒ぎを起こせば、例のものを肌身離さず持ち歩くと思った。どうやら思ったより落ち着いている。さすが聖騎様、侮れない。何のことかさっぱりわかりません。へえ、僕の前で白を切らないでくださいよ、お互い。となると、例のものは紅葉界にとって大切なものだから、持ち歩いてなければまだ元の場所に残っているのか。当たった？行け。やめなさい。あなた、神の名におい、聖だ。さすが紅葉界信仰の象徴、聖なる光の力は確かに強い。僕も少しは本気を出さない。そんな、ありえ…ありえない。神に捨てられたお前らが僕を傷つけられるわ。周りの魔物が逃げていく。これは魔族を払う光。あれを放ったのはきっと紅葉界の人に違いねえ。俺たちだけでは暗月街のみんなを救いきれないかもしんねえけど、紅葉界の助けがあったらみんなを安全なところまで送れるかも。そうね、彼らを別の場所に連れて行く必要がある。でも今の紅葉界じゃ自分のことで手一杯。
これでどうだ。動かないでよ。チキの一発あるから。よっ、うわっ、よっ、あの怪しい仮面男は紅葉界の人間じゃないでしょ。この格好じゃおそらく白い司祭服を着てる女の子見覚えがあるぞ。あの女の子は聖騎様だ。前祭りの時に彼女を見たんだ。間違っ、嘘、あの小さい子が触るな。二人とも、これは忠告だ。お前たちの能力ではこの俺は倒せない。女の子が危ないところを見過ごすなんてこの進路にはできねえぜ。この世界ではその優しさが絶望をもたらすことを分からせて、例のもののありかが分かったでしょ。これ以上の戦いは無意味。行くぞ。俺を殺すチャンスなんていくらでもあんのに。あんなか弱い女の子が本当に正規なの？紅葉界の人間はみんなかな、ほとんどの紅葉界の事務は王に任されてる。正規様はもっと、なんていうか、神の代理人。紅葉界の精神的象徴みたいなもんだ。彼女一人をこんな危険な場所に置いていくわけにはいかない。どうやらしばらく目は覚まさないわね。気を失った正規は足手まといになるかもしれないよ。リアス、彼女は俺が責任を持って守る。計画の邪魔にならないよう。やこの私を血も涙もない冷血な人間だなんて思わないで。当然女の子一人を。ありがとうリアス。やっぱ甘りなさい。いい人扱いされても嬉しくない。無礼者、聖騎様を離しなさい。聖騎様、聖騎様。違う、誤解だ。別に俺たちのせいでこんなになってんじゃん。ここにお前たち二人以外誰もいないではないか。進路が誤解だと言ったでしょ。言葉でわからないなら力でわからせてやる。わけもなく侮辱されて反撃しないなんてあって。リアス、やめ。この槍はすなわち神罰の化身。すべての不潔を貫け。これでどうだ。一撃必殺。やめてください。聖騎様、
ってわけも聞かず二人を人の行為がわからないやつね。あんたこそ今さら彼女を。いやす、思ったことすぐ口に出すやつだから気にすんなよ。私の不行き届きだ。彼女のせいじゃないです。私を守るより騎士長としてもっと重要な役目を果たさなければなりませんから。ソフィア、聖殿の様子はどうなりましたか？法王様は生き残った騎士を集結し、聖殿の外で特進者の攻撃を食い止めましたが、そんなに甚大です。そうですか。聖騎様、ソフィア聖騎士長様、暗月界を救ってくれないんですか？今の高揚界にとって聖殿を守ることが一番大事なのはわかります。でも暗月街が、俺が生まれ育った場所が今魔物に襲われてるかもしんねんです。お願いだ、聖騎士を出して暗月街を救う。独身者と魔物たちは絶えず聖殿を攻撃しているゆえ、高揚界をしばらく他のところに分散。本当に何もできねえってのか。ふん、言ったでしょ、高揚界は頼りにならないって。ここでは責任の押し付けばかり。暗月街の人たちはこんな神を信頼。私が共に生き、聖騎様。騎士長は法王の元にお戻りください。それに今すぐ聖殿に赴き、法王に伝えてほしいことがあるのです。あと何ですって。なぜ奴らはそれを知っている。わかりませんが、でも絶対彼らにあのものを奪われるわけにはいきません。私の力は。ならばなおさらあなた一人をここに残。私は一人じゃありません。この二人がついてますから。この二人はソフィア、正直で優しいあなたにとても似てますよ。そうご決断をしたのなら。満月街の人たちはあなたのとても大事な人でしょ。私の。ありがとう、聖騎様。子供なのに大人より責任感あるじゃない。気に入ったわ。そこの騎士長、私と進路がいるから安心しなさい。魔物どもは絶対聖騎の5メートル以内に。任しとけ。聖なる光の御加護。お待たせしました。私の声、好きなの？
守護騎士ヒルダ、召喚に応じてまいりました。抵抗を進行しましょう。Thank you.
この先が暗月街よ。魔物の数もどんどん増えていくわ。シードのおっさん、ルシア、無事でいろよ。クローゼットの中に隠れろってお父さんが。何
何があっても絶対出てきちゃだ。とても恐ろしい声がしたの。その後、お父さんの声が聞こえてこなかったから、やっと声が消えたと思って出てきたら、シード、お父さん、朝行ったの。お祭りが終わったら、新郎兄さんも一緒に。マク、ルシアン、もう。ルシアンちゃん、ほら、聖騎様もルシアンちゃん。聖騎様？お母さんが言ってた。あなたは神のお使いで、心を込めて祈れば、聖騎様。私、毎日ちゃんとお祈りしてるの。もうお父さんお母さんを怒らせたりしない。機械だってちゃんと勉強する。進路に、私はルシアン、それとも神様は？お、そんなことはありません。神は私たちをお見捨てになることはありません。ルシアン、この進路の兄ちゃんがやっ、
さては惚れたな。
パシッ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 。猫耳とじゅ、お前持ってるのか？
シッシッシッ。ウニを使うなんて、さては惚れたな。お、レベル上げするよりウニに20買ってください。シアンがこんな目に、こんなに素敵な一家なのに、こんな目に遭う。進路、俺に初めて家のぬくもりを教えてくれたのシードン。俺は孤児でよ。子供の頃は彼ら一家が俺と孤児院で一緒だったヨーランの面倒を見てくれた。ヨーランが引き取られた後、シードのおっさんは俺が悲しまないように飛空艇模型を作ってくれた。俺がヨーランのことを気にしてるのを知ると、俺が一人で飛空艇を修理できるようになったら、俺を連れて浮遊島を回り、あいつに。そして親バカで、自分の大事な娘がどれだけ可愛いかを一日中他人に話すことしか。ルシアンは子供の頃から熊の縫いぐるみが好きで、
彼女のために一個持ってきたのに。もっと早く来れたら、フィードのおっさんを助け。みんなの胸を必ず晴らしてやる。シンロ、あんたまさか。聖騎様、高揚会は特進者に対抗できる人手が必要なんですよね。もう暗月街のような悲劇を生徒で繰り返したくね。シアンが感じた苦しみを他の子供、ただじっと神の罰を待つより自分で運命をつかみたいんです。俺は高揚会に手を貸し、自分で運命をつかむか。マッグアス式の考え方ね。礼を言います。成功も災難が去って平和が訪れる。